ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。さて、今回は日本で起きた飛行機墜落事故4選を紹介するぜ。日本で起きたものだけでも4つもあるの？そうなんだよ。実はそれだけたくさん日本でも飛行機の事故が起きてしまっているんだ。今後に活かしていくためにもしっかり解説していくぜ。よろしく頼むわ。まず一番最初に紹介するのは全日空羽田沖墜落事故だ。1966年2月4日、全日空のボーイング727-100型機が羽田空港沖に墜落。乗員乗客133人全員が死亡してしまったんだ。当時航空機1機の単独事故としては世界最大規模の被害を出してしまった事故だったんだよ。ボーイングってよく聞く名前よね。私でもなんとなく知ってるわ。何せボーイングは世界最大の航空宇宙機器開発製造会社で、航空機に関してはエアバス社と市場を二分している大企業だからな。知ってる人も多いと思うぜ。ちなみに今回事故を起こしてしまったボーイング727-100型機は1964年に就航開始した当時最新の機体だったんだ。1964年就航開始ってことは、就航開始してから2年で事故を起こしちゃったってこと？なんでそんなことになっちゃったのかしら。実はこの機体は確かに当時最先端の機体だったんだが、その分パイロットの操作が難しく、事故が数件起きてしまっていたんだよ。最先端なのに操作が難しいの？普通新しいものの方が操作しやすくなってる気がするんだけど。この機体は高速化のためにジェットエンジンを3発搭載していた。それ以外にも様々な新機能を搭載していて、上昇加工などの運動性能が従来のものより格段に高くなっていたんだよ。ただ、その分加工率が高すぎて操作ミスを起こしてしまうことがあったんだ。なるほどね。古い機種に慣れてる人からすると、思ってた以上に加工しちゃうから事故を起こしやすいってこと？簡単に言ってしまえばそういうことだ。さて、じゃあここからは事故の経緯について解説していくぞ。事故が起きたのは、1966年2月4日。ボーイング727-100型機は、千歳空港から羽田空港へ向かう途中だった。羽田空港に近づいてきた時、突然パイロットが着陸ルートを変更したんだ。着陸ルートを変更？具体的に言うと、当初の予定では計器飛行方式による着陸ルートを取る予定だったのを、有視界飛行方式による着陸ルートに変更したんだよ。つまり、どういうこと？まず、計器飛行方式っていうのは、航空管制官の指示に従って飛ぶ方法だ。方角から高度に至るまで計器がサポートしてくれるから、そのサポートに合わせて、航空管制官の指示通り空港まで向かうぜ。なるほど。計器がサポートしてくれるなら安心して飛べそうね。じゃあ有視界飛行方式っていうのは何なの？有視界飛行方式は、簡単に言ってしまえば、パイロットが計器ではなく目視で位置を調整しながら飛ぶ方法だ。目視ってそれって結構危ないんじゃないの？そうだな。一概に危険というわけではないんだが、有視界飛行方式は天候が悪いと使えないし、航空路が過密になっていくと目視だけでは他の機体に気づけずに事故を起こしてしまう可能性もあるな。なんでそんなやり方に変えたのかしら。残念ながら詳細はわかっていないんだが、一説ではスピードを重視したんじゃないかと言われているな。当時の航空会社はスピードを競うことがあって、利益の観点からも会社側が有視界飛行方式の着陸ルートで時間短縮することを推奨していたんだ。ええー。でも何かあったら人が死んじゃうんだし、利益よりも安全を優先してほしいわ。そして残念ながら着陸進入中、ボーイング727-100型機との連絡が取れなくなった。船3500隻と航空機300機が捜索した結果、羽田沖で墜落した飛行機の残骸と乗員乗客の遺体が発見されたんだよ。でも一体なんで墜落しちゃったの？直前にルートを変更したっていうのは分かったけど、それも別に墜落に直結するような話ではないような気がするんだけど。実はこの事故に関しては、詳細な理由が判明していないんだ。この機体にはブラックボックスが搭載されていなかったから、事故当時の状況が記録されていなかったんだよ。じゃあ真相は闇の中ってこと？残念ながらそういうことになるな。有力なのは、早く着陸しようとして高度を下げすぎてしまい、水面に激突したというものだ。最初に話した通り、ボーイング727-100型機は、運動性能が高い分加工率も高く、何度か事故を起こしてしまっている機体だったからな。それに有視界飛行方式だと、計器のサポートもないんだもんね。やっぱり人の命がかかってるんだから、利益よりも安全を優先して慎重に判断してほしかったわね。
次に紹介するのは、英国海外航空機空中分解事故だ。空中分解？また強烈な単語が出てきたわね。そもそも英国海外航空機って、あんまり聞かない名前だわ。英国海外航空は、1939年から1974年にあった、イギリス国営の航空会社だよ。今は合併して、ブリティッシュエアウェイズっていう会社になっているな。1952年に世界で最初にジェット旅客機を就航させた会社として、当時有名だったし信頼もされていた会社だったんだ。へえ、そんなすごい会社だったのね。でもそんなすごい会社が一体どんな事故を起こしてしまったの？よし、じゃあここからは事故の経緯について解説していこう。事故が起きたのは1966年3月のことだ。英国海外航空のボーイング707型機はサンフランシスコを出発し、ホノルルと羽田を経由して香港へ向かうことになっていた。当時の国際線は料金がものすごく高かったから、富裕層の人たちがたくさん乗っていたぜ。海外旅行はセレブの特権だったってことね。そういうことだ。サンフランシスコからホノルルまでは順調に進んでいたんだが、羽田へ着陸する際に一つ問題が発生してしまった。問題？羽田空港が濃霧の影響で閉鎖していたんだよ。この濃霧は前日から続いていて、前日にはカナダ航空機が着陸に失敗して大破してしまったんだ。事故を起こすほどの濃霧だったってこと？その通り。濃霧はまだ続いていたし、空港にはカナダ航空機の残骸が残っていたから、仕方なく羽田空港を閉鎖することになったんだよ。そりゃ仕方ないわ。でもそれじゃどうするの？そのまま香港へ向かうってわけにはいかないわよね。板付け空港。現在の福岡空港へ臨時着陸することにしたんだ。そして翌日になってから1日遅れで羽田空港へ向かったぜ。なるほどね。1日遅れたのは痛いけど、でも安全のためだもの。仕方ないわよね。さて、羽田に到着した後、この機体は飛行ルートを変更して出発することになったぜ。さっきの話を聞いてると、飛行ルート変更って嫌な予感しかしないんだけど、ちなみにどういうルートに変更したの？もともとの予定では、羽田から伊豆大島を経由して香港へ向かう予定だったんだ。それを、富士上空を突っ切るルートに変更したんだよ。なるほどね。それだけ聞いてると特に問題はなさそうだけど、ルートを変更し、13時58分には羽田を離陸、そのまま富士山の上空へ向かったんだが、14時15分頃、富士山上空で乱気流に遭遇し、機体は空中分解してしまったんだ。めちゃくちゃ急展開じゃない。しかも空中分解って、空中分解したのは上空1万5000フィート、4.5 キロもの高さだ。そんなところで空中分解し、乗員乗客は宙に投げ出されてしまった。空中分解した後、揚力が燃料を吹き出しながら機体中心部に激突し、爆発した。結果、乗員乗客124人全員が亡くなってしまったんだよ。かなり悲惨な事故になっちゃったのね。でも、一体どうして空中分解なんてことになっちゃったの？乱気流に巻き込まれたって話だったけど、それだけで空中分解しちゃうものなの？実はこの時発生していた乱気流は普通の乱気流ではなく、山岳波っていう特殊な乱気流だったんだよ。山岳波、気流が山を越えた時に起きる乱気流のことを言うんだ。もともと富士山上空ではよく発生することで知られていて、晴れた富士には近づくな、なんて言葉もあるくらいだったんだよ。そうだったの。しかも事故当日は中国大陸から強い季節風が吹いていて、そのせいで予想以上の山岳波が発生したと言われているな。でも、じゃあどうしてルートを富士山の上を突っ切るルートに変えたの？わざわざ危険なルートを選んだってことになるのよね。理由は二つあったと言われている。まず一つは時間短縮のためだ。さっき話した通り、羽田空港の濃霧の影響で、羽田到着が予定よりも大幅に遅れてしまっていた。時間短縮できるルートにすることで、少しでも早く香港へ行きたかったんじゃないかと推測されているぜ。なるほどね。確かに1時間くらいなら問題ないけど、1日近く遅れてたんだもんね。その気持ちはわからないでもないわ。そして二つ目の理由は、乗客へのサービスだ。当時この機体に乗っていたのはアメリカ人の団体観光客がほとんどだ。観光サービスも兼ねて、富士山を近くで見てもらいたかったから、富士山上空ルートを選んだんじゃないかと言われているんだよ。良かれと思ってってことね。確かに予定より遅れちゃった分、何かサービスしたいって思っちゃうわよね。それなのにこんな事故になっちゃったなんて悲しくなってきたわ。さて、
次は全日空雫石衝突事故について紹介するぞ。1971年7月30日、岩手県岩手郡雫石町上空で、全日空の旅客機と航空自衛隊の戦闘機が衝突してしまったんだ。ええー、上空で衝突。そんなことあるの？ああ、自衛隊機の乗員はなんとか脱出に成功したんだが、全日空の機体は衝撃で空中分解してしまった。その結果、全日空側の乗員乗客162名が死亡してしまったんだよ。なんてことなの。今回の事故に関しては、当時の時代背景がかなり重要になってくるんだ。だから事故の概要について解説していく前に、当時の時代背景についてちょっと紹介するぞ。よろしく頼むわ。まず、当時の日本は高度経済成長期真っ最中だ。そのおかげで国民の所得が増加し、今まではお金持ちしか利用できなかった航空機の需要がどんどん増えていたんだ。実際航空機での輸送実績も1960年から1970年の間で14倍にまで増えたんだぜ。14倍って凄まじいわね。これが民間側の背景だ。一方自衛隊も訓練飛行を今までよりも増やしていたんだ。当時アメリカから来た最新の戦闘機にはパイロットが2名乗る必要があったから、たくさん訓練飛行をしてパイロットを育てないといけなかったんだよ。そうなると、民間側も自衛隊側も今までよりたくさんの飛行機を飛ばしてたってこと。それってぶつかっちゃったりする可能性がめちゃくちゃ高くなっちゃうんじゃ。それが今回の事故のポイントなんだよ。当時は旅客機が利用するルートと自衛隊が利用するルートを高度で分けることで事故が起きないようにしていたんだ。要は同じ場所でも高さを分けて使ってたってこと。その通り。そんな中、この事故が起きてしまったんだよ。事故が起きたのは1971年7月30日。この日全日空は45分遅れで千歳空港を離陸し、羽田空港へ向かっていた。そして自衛隊では訓練のために教官と訓練生が2機に分かれて基地を出発したんだ。ふむふむ。ところが、この時自衛隊が利用したルートには、当日臨時で追加した場所があったんだよ。そしてその場所が全日空機の通り道と被ってしまっていたんだ。それって全日空が使う道だって分かってたんじゃないの？残念ながら、自衛隊が使っていた航空図には、ジェット機のルートは記載されてなかったんだ。何せ高度が違うから乗ってなくても問題がなかったんだろうな。その結果、全日空機の通り道と自衛隊機の通り道が完全に被ることになってしまった。自衛隊の訓練機の背後に旅客機が現れ、訓練生の様子を見ようと、後ろを振り返った教官がそれに気がついた。教官はすぐに警告を出し、訓練生を誘導するために全日空機の下をくぐり抜け、訓練生もそれに続こうとしたんだ。ところが回避が間に合わず、2秒後には訓練生の機体と全日空機が衝突してしまったんだよ。2秒？それはもう無理ゲーだわ。さて、今回の事故については、原因は3つあると言われている。まず1つ目は、訓練空域を当日に変更したことだ。元々のルートだったら全日空機とは被ってなかったのよね。そういうことだ。まあ当日、空域を追加することは問題ないんだが、旅客機側が使うルートを把握していなかったことは問題だ。そして、教官の確認不足も2つ目の原因だと言われているな。もっと早く全日空機に気づいてたら回避できたかもしれないもんね。そして自衛隊機が全日空機の左側から近づいて衝突したこと。これが3つ目の原因と言われているんだ。左側？それの何が問題なの？同じ高度の航空機が交差しそうになった場合は、右側が優先で、左側は進路を譲るって決まっているんだよ。この決まりがあったからこそ、全日空機側は衝突寸前まで操作してなかったんだ。自衛隊機側が進路を譲ると思ってたってことか。そういうことだな。この事故がきっかけで、旅客機が利用するルートと、自衛隊が利用するルートを完全に分離することになった。また、航空法が改正されて、より安全に対して厳密なルールが決められたんだ。空中衝突防止装置の設置も義務化されたぜ。たくさんの人が亡くなってしまったけど、これがきっかけで安全に対してしっかり対策されるようになったのね。それだけが救いだわ。さて、最後に紹介するのは日本航空123便墜落事故だ。あ、それはさすがに私でも聞いたことがあるわ。2021年時点で、世界で最も死亡者を出した航空事故だからな。聞いたことがある人も多いと思うぜ。事故が起きたのは1985年8月12日。日本航空123便が群馬県田野郡上野村の山中に墜落してしまった。
結果、乗客乗員524人中、520人が死亡してしまったぜ。520人も亡くなったの。凄まじいわ。123便は羽田発伊丹行きで、もともと利用する人が多い航路だったんだよ。さらに夕方のラッシュにお盆のラッシュが重なったから、ほぼ満席状態だったんだよ。搭乗者の中には有名人もたくさんいたんだぜ。羽田から伊丹行きだと仕事で使う人も多そうだもんね。まずは事故の経緯を見ていこう。1985年8月12日、123便はほぼ定刻通りの18時4分に羽田を出発した。ところが離陸から12分後に異変が起きてしまう。一体何があったの？航空機内の圧力隔壁が破損してしまったんだ。この時の衝撃で垂直尾翼、油圧管をすべて失い、油圧を使った操縦。つまり操縦管を使った操縦が一切できなくなってしまった。ええー。それってかなりまずいんじゃないの？ああ。パイロットは緊急事態を宣言し、管制塔に羽田へ引き返すことを要請した。操縦管が使えない中、エンジンの出力を調整したりして、なんとか機体をコントロールしようとしたぜ。ところがパイロットの努力も虚しく、機体は徐々にコントロールを失ってしまい、羽田ではなく群馬へ向かってしまう。全然違う方に行っちゃってるじゃない。123便は群馬県の山岳地帯へ進んでしまった。そして異常発生から約30分後、右主翼と機体後部が立ち木にぶつかってしまった。この時の衝撃で第4エンジンが脱落したぜ。ついにエンジンまで、その直後に稜線に衝突し、ここで第1から第3までのエンジンが脱落、機体後部も分離してしまい、機体後部は尾根に沿って滑落してしまった。もはや原型をほとんどとどめてないじゃない。この状態でも123便は数秒ほど飛んだんだが、18時56分、群馬県と長野県の県境にある御巣鷹の尾根にひっくり返るような形で墜落してしまったんだ。墜落した衝撃で機体は大破。爆発し炎上したぜ。凄まじいわね。19時頃には123便の緊急事態発生報告を受け、防衛庁や警察庁、消防庁、海上保安庁へ通報があった。19時15分にはアメリカ軍が御巣鷹で火災が起きているのを発見し、自衛隊へ報告している。そして19時54分には航空自衛隊が捜索機を発進させているぜ。そして20時42分には墜落場所へ到着しているんだ。よかった、すぐに救助が来たのね。早く救助してあげてほしいわ。ところが、そううまくはいかなかったんだよ。現場は火柱が立つほどの激しい火災が起きてしまっていて、ヘリから隊員を降ろすことができなかったんだ。しかも現場は夜間かつ黒い煙が上がってしまっていたせいで、ライトを使っても地上の様子がわからないほどだった。他に降下できる場所を探すこともできなかったんだよ。じゃあ結局救助までどれくらい時間がかかっちゃったの？最初にヘリで降下できたのは長野県警で、翌午前8時30分。自衛隊は9時に降下することができたぜ。墜落したのが19時頃だったんだから、10時間近くかかっちゃったのね。ああ。現場はものすごく凄惨な状態になっていて、精鋭中の精鋭でもあった自衛隊のメンバーですら食事も喉を通らなくなるほどだった。その中でも懸命な救助活動の末、奇跡的に生き残っていた4人が救助されたぜ。524人も乗っていたのに、4人しか助からなかったのね。生存者の話によると、墜落当初は他にもまだ意識がある人がいたそうなんだ。もっと早く救助が到着していればと思うと悔やまれるよな。でも、そもそもどうしてこんな事故が起きてしまったの？圧力隔壁が破損したって言ってたけど、それってそんなに簡単に破損するものなのかしら？実はそれには理由があるんだ。123便が使用していたボーイング 747SR100 型機は1974年1月30日に製造され、事故が発生するまでに 25,030 時間飛行していた機体だった。しかしその中で一度尻餅事故を起こしてしまっているんだよ。そうなの。事故から8年前のことだ。伊丹空港で着陸に失敗し、尾部を損傷。圧力隔壁に亀裂が入っていたから、製造元のボーイング社に修理してもらっているんだよ。あら、でもちゃんと修理してたなら問題ないんじゃないの？ところが、この修理が十分でなかったんだ。事故後の調査で圧力隔壁の一部に金属疲労跡やリベット。つまり、接着部が効いていない箇所が見つかっている。これが原因で離陸後に圧力隔壁が壊れてしまったんだよ。ボーイング社もこれを認めているぜ。まあこの事故に関しては、
規模が大きかった分、他にも遺説があったりするんだが、事故調査報告書で事故原因とされているのは、ボーイング社での修理不足、だな。ちょっとしたミスだったのかもしれないけど、たくさんの人の命につながることなんだから、しっかり修理してほしかったわ。というわけで今回は、飛行機墜落事故を4つ紹介したぜ。この動画が参考になったと思ったら、グッドボタンを押してくれると嬉しいわ。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故から、様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録もお願いします。あと、この事故を紹介してほしい、っていうリクエストがあれば、コメント欄に書いてほしいぜ。ご視聴いただきありがとうございました。